あの夜、作家を捕まえてからシュブルーズとはずっと会えて…おはようさん。ちょうど今、彩香ちゃんとあんたらのこと話しとったところや。シュブルースは、やはり来ないのでしょうか。ああ、オイラたちも今日は顔を見てないな。そうな？残念よな。今日残ったシーンをいくつか撮ったら完全にクランクアップやって監督が言うてはったのに。そうそう、監督がうちにも出演の機会を作ってみんなに出番をくれる言うてはってな。永遠の撮影が全て終わったら皆で打ち上げを行おうと準備しているんです。お二人もいらっしゃいますよね。シュブルーズもいたらよかったんやけどな。一緒に写真撮りたい思ってたのに。こればっかりは仕方ないんじゃない。特巡隊って忙しくなるとああいう感じだし。ですが、もっと心配なのは今朝のスチームバード新聞に載っていた銃殺事件のことです。犯人は二重詩の著者だと書いてありました。そうそう、うちも見たで。自分の罪をきれいさっぱり白状したのに、犯行動機については一切話さへんかったって。うちらは詳しい事情知らんけど、この英雄にも影響があるんちゃう？結果的に僕らの作品の知名度が高まるだろうね。実力で引きつけた観客じゃないという点についてはあまり後味が良くないけど。何しろ監督の名前がポスターに載ってるだけで結構な数の観客を動員できるからね。人気が高すぎるんだから仕方ないじゃないか。なんて言ったらいいか、僕の知名度を表すのにぴったりな言葉は過去の栄光？悲鳴とどろくだ。失礼、今いいか？お、クゾビエ、なんだか久しぶりだな。ああ、最近は英英協会の人と今後の宣伝のことで話し合いが忙しくて、こっちに構ってる暇がなくてな。皆さんが心血を注いだこの作品、必ずや最高のステージでお披露目するつもりだぞ。そう、最高の。お、もう一つの戦場ってやつだな。そう言えるかもな。おっと、そうだ、今日の英英撮影前に紹介したい人がいるんだ。こちらは俺が前に行った出資者の方で、モリスさんだ。あ、どうも。ごきげんよう、モリスさん。以前財政状況で苦しんでいらっしゃるとお聞きしました。今は好転なさっているといいのですが。ああ、少しは良くなったよ。大丈夫や、モリスさん。そんなん誰にも予測できひんねんから悲しむ必要はあらへん。
それに、ええ知らせがあってな。撮影がもうじきクランクアップなんや。うちは、今まで読んできた物語の中で、いっちゃいい話やと思たで。それは何よりだな。よし、みんな挨拶も済んだようだし、そろそろ始めようか。今日のメインは、街の風景や人々の様子を映すシーンだ。これらは映画の中で特定の環境を描写するのに使わせてもらう。その後は、アヤトとヨイミヤのゲスト出演で、よそ者がフォンテーヌの重視に抱く評価を表現する。わかりました。お兄様も、後ほどこちらに合流するとのことです。よし、じゃあまずは風景のシーンから撮ろうか。カメラマン、スクリプター、準備して。うん、任せとけ。街並みを遠景で撮るってことを忘れないでよ。もしいい感じの花や草があったらアップで撮ってくれていい。いくよ、3、2、1、9。そう、ゆっくりとレンズを動かすんだ。あそこの花にピントを合わせてみて。お、どうしたんだい。あの花にピントを合わせればいいんだよ。カメラマン？そんな、この前は問題なかっただろ。ベロニカ、すぐに写真機を交換してくれ。はい、こちらを使ってください。じゃあリテイクだ。3、2、1、9。こっちまで壊れるんだ。ベロニカ、他に予備はあるかい？今日あるのはこの2台だけです。なんだって？だったら急いで工房を探して修理してもらおう。ボーノ、君は倉庫に行って余っている予備の写真機を持ってきてくれ。あ、はい、行ってきます。申し訳ありません、遅くなりました。おや、彩香、これは一体。今日の撮影は問題続きで、あまり順調ではないんです。なるほど。よし、僕たちもただ待っているわけにはいかない。出演者はメイクを、写真機が直ったらすぐに撮影を再開しよう。工房の人が言うには、レンズを固定する部品が外れていたそうです。おかしいですね、昨日は問題なかったのに。そんなことはどうでもいいさ、早く続きと行こう。それじゃ、みんな口を閉じて、出演者は位置についてくれ。3、2、1、9。なあなあ、二人の重視の話聞いた？ええ、街で結構な騒ぎを起こしているようですね。噂やけど、全然捕まらんせいで警察隊員とこの長官がカンカンに怒っとって、まん丸のお腹が破裂しそうなんやって。おや、あのお腹があれ以上膨れるものなんでしょうか。大変です監督、大問題です。もう撮影は始まってるんだぞ。話があるならこのシーンが終わってからにしてくれないかい。これまでに撮ったフィルムが全部なくなってるんです。保管してた箱が空っぽになってます。なんだって？ボーナさん、私をその場所まで連れて行ってください。うちも行くで。いや、良い宮、君はここにいてくれ。みんな、現在のシーンと関係しているものを除いて、ボーナと一緒にフィルムを探しに行ってほしい。他のものはここに残って撮影を続けよう。信じられない、こんな不運が一日のうちに立て続けに起こるなんて。どうなってるんだ。戻ったわよ。どうだった、見つかったかい？うん、側溝の中にあったわ。まさかフィルムは汚れてないだろうね。
すぐに見つけたから問題はなさそう。他の人たちが今抜けがないかチェックしてる。ああ、寿命が縮んだよ。全部水の泡になるかと思った。あんな絶望感はもう二度と体験したくないからね。それにしても誰がこんなことしたんだ。まさか他に AA を制作している競合チームが。でもどうやって一日のうちにこんだけの問題を仕込むんだよ。考えている暇はない。他の問題がない今のうちに急いで最後の数シーンを撮ってしまおう。お、そうだな。みんな、二重心、これにてクランクアップだ。めちゃくちゃ疲れたぞ。こんなに時間がかかるなんて。撮影中いくつも壁にぶつかったけど、ここにいるみんながこの AA のためにかけがえのない力を見せてくれた。本当によくやってくれたよ。俺もフリーナ監督と同じ気持ちだ。ここまで手を貸してくれた一人一人に心の底から感謝してる。本当に俺は。はいはい、その受賞スピーチは帰ってから練習するように。続きは本番の式典で言ってくれ。さあ、ここからはパーティーの時間だ。みんな浜辺に移動しよう。海底のプクプク銃にも聞こえるくらい盛大な打ち上げをしようじゃないか。パーティーパーティー、ほら早く行こうぜ。おお、盛り上がってるな。撮影が終わってみんな肩の荷が下りたような顔をしてるぞ。あやと、仕事は順調か。ええ、万事うまくいっておりますよ。お気遣いありがとうございます。お兄様の話では稲妻とフォンテーヌの文化交流の日程が正式に決まったそうです。次にこちらを訪れる時は稲妻シャブ業の名義で入国することになるでしょう。おお、よかったじゃんか。もしかしたらいつか稲妻でもフォンテーヌの探偵小説が読めたりするかもな。あ、でもそうなったらミコがあまりいい顔しないんじゃないか。だって商売を奪うことになるだろう。それもそっか、あいつってしょっちゅう最近の娯楽小説には新鮮味がないって愚痴ってるもんな。文学の分野だけでなく、両国の食べ物や玩具、工芸品などそういったものの交流も計画に入っています。おー、ますます楽しみになってきた。その時になりましたらまたよろしくお願いしますね。フリーナ。ああ、我らがチームの有能なカメラマンとスクリプターじゃないか。撮影ご苦労だったね。フリーナの方が大変だっただろ。それに実はあのカチンってやるのだんだん飽きてきたんだよな。しかも恐ろしいのが、夢の中でもフリーナが3219って叫ぶのが聞こえるんだ。それが終わらないと夢の続きを見られなくて。君の夢に出てくる僕はもっと偉大な姿で登場すべきだと思うけど。それにパイモン、こんなにも多くのことを一緒に経験してきたっていうのに、覚えているのはたったそれだけなのかい。どおいらのせいじゃないぞ。ただ最近とにかくカチンコばっかり鳴らしてたから。まあ何にせよ AA の撮影は無事に終わった。僕はね、あの AA で最優秀賞を取れる自信があるんだ。と
人の名前は言わないでくれ。そっか、もしオイラたちが受賞したらフリーナが表彰台に上がって自分の彫像を抱くことになるんだな。そんな場面で出しゃばるつもりはないさ。グザビエに上がらせればいい。フリーナがフリーナのトロフィーを抱いてフリーナ賞を受賞する。はぁ、あ、好きに言うといいさ。僕は引き続きスイーツを楽しませてもらうから。しっ、チアリー。ああ、二人とも。チアリはこういう賑やかなイベントが好きじゃないのか。まあ、あんまりね。でも、フォンテーヌのファッションウィークよりかはマシかな。ひひ、もしこの英雄が話題になったら、チアリのブランドも多くの人に知ってもらえるだろうな。作品がちゃんと上映されることが前提だけどね。もしかしてあの事件のことを心配してるのか。うん、あと今日起きたいろいろなトラブルもね。まあそうだよな、悪いことがあんないっぺんに重なって起きるなんて。それに今日、いつもと違ったことといえば、お、うん、何でもないわ。とにかくフィルムはもう編集作業に入ったし、何も問題は起きないはずよ。モリさんどうや、パーティー楽しんでる。ああ、なかなかのものだ。パーティーはいつ頃終わるのかな。みんな楽しそうやし、夜中まで続くんちゃうかな。もしかしてモリさん、帰らなあかん用事でもあるん。あ、わ、私はあまり夜更かしに慣れていなくてね。もう少ししたら先に。ああ、なんでこんな大事なこと忘れとったんや。え、どうしたんだね。パーティーで打ち上げる花火を倉庫に忘れてきてしもたんや。花火。ああ、それは残念だったね。モリスさん、手貸してくれへん。うち一人じゃあんなに運べへんわ。私が？別の人に頼んでみてはどうだね。みんなおわっと驚かせたいね。倉庫はすぐ近くやし、そんな時間はかからへんから。お願いや、モリスさん、うち花火を見てもろてから帰ってもらいたいね。うちの自信作やから。めっちゃ綺麗やし、絶対一生忘れられへん思い出になるで。うん、ほな、こっそり抜け出そう。誰にも気づかれんように。ああ、わかった。倉庫はここや。事前に置いといたから、運ぶのには苦労せえへんよ。結構遠いではないか。うちっていつも。ここで待っといて。確かこの辺に明かりをつけるボタンが。なぜ私がこのようなことを。何の音だ。あ、誰だ、助けてくれ。逃げられるとでも、モリス。人違いだ、私じゃない、私が殺したのではない。知ってる。
るか？エリサは死ぬ前、貴様のようにうろたえなかった。床下の子供が見つからぬよう、貴様の雇った殺し屋に最後まで抵抗した。これはエリサのペンダントだ。中には二人の写真がある。忘れてはいないよな、貴様が送ったものだ。ありえん、これは偽物だ。あれは貴様の雇った殺し屋が処分したはずだと。本当に彼女を愛したことがなかったのか？なぜ彼女を殺そうと思った？待て、落ち着け。私はエリサに大金まで渡して秘密にするよう忠告したのだ。なのにまさか子を産むとは。事態はすぐ隠しようがなくなった。私も焦るしかなかったのだ。待て、この通りだ。何が欲しい？金ならいくらでも渡そう。その金を持って地獄で懺悔するといい。フォンテーヌ特巡隊隊長のシュブルーズ、貴様をエリサ殺害の罪で逮捕する。同じく貴様もだ。道具係ベロニカ、それとも二人目の従者と呼ぶべきか。ちょっとどういうことな？台本にはこんなくだりなかったやんか。銃を下ろせ、ベロニカ。どうして、どうしてこのゲスを殺す邪魔をするの？銃を下ろせと言った。三度目はないぞ。これは一体どういうことだ？まだわからないのか、モリス。今起こったことは全て貴様をカメラの前で自供させるための芝居だったのだ。もちろん、この招かれざる客を除いてな。おい、シュブルーズ、オイラたちは芝居の手伝いを頼まれただけで、二人目の従者がいるなんて聞いてないぞ。ここに来るまで私も自分の推理が合ってるのか定かではなかったからな。よいみやさん、あなたの演技には感謝している。早速だが、特巡隊隊員に知らせてくれないか。近くで待機を命じておいた。それから撮影チームの皆に冷静に行動するようにと。私たちはしばらく待ってからここを出よう。うん、かまへんで。どうだ、モリス、20年前の昔話を語る気にはなったか？私の忍耐にも限界があるぞ。やむを得ず取調室で尋問するという選択を私に取らせない方がいい。貴様はあの中でおそらく1分も持たないだろう。先ほどの記録があれば法廷で貴様に勝ち目はない。今のうちに協力する姿勢を見せておいた方がいいぞ。わかった、話そう。人を雇ってエリサを殺したのは私だ。彼女はもともと私の家のメイドで、とても美しい人だった。月日が経つにつれ、私は彼女に心を動かされ、私たちは人目を避けて愛し合うようになった。だが、やがて彼女は身ごもってしまったのだ。もしこのことが両親に知られてしまえば、私の財産は全て剥奪され、家から追放されるのは明白だった。だがまさかエリサが子を産むと言って譲らず、私に家を捨てて共に遠くで暮らそうと言い出すとは思わなかった。貴様に愛されてると本気で思っていたのだろう。もう選択の余地はなかった。彼女に金を渡し、この家を出て子を産まないようにと言った。しかし数年後、彼女は一通の手紙を私によこしたのだ。そこには二人の子供の写真が入っていて、いつか見に来てほしいと書かれていた。あれ、
ーティストだけかと思ってたけど、あ、もしかして彼女が言うことを聞かずに幸運だとはいえ、貴様はそれを見て見ぬふりすればよかったはずだ。なぜ彼女を殺す必要があった？ああ、私は当時ちょうど別の富豪の令嬢と結婚することになっていてな。もしこの件が発覚すれば私の人生は終わっていた。他に方法がなかったのだよ。違う、方法がなかったのではない。貴様は再び選択を間違えたのだ。自分の母親が目の前で殺されるってどんな感じか知ってる？私と兄さんは物心がついたばかりの子供だった。床下に隠れてお互いの手をきつく握り合って息をする音さえ押し殺していた。ただなすすべもなく母さんと殺し屋が争っているのを見ていることしかできず、そして殺されて、殺し屋が去った後また戻ってくるのを恐れて私と兄さんはずっと動けずにいた。2日目の夜になってようやく床下から這い上がったの。母さんはもう冷たくなって硬直していた。それ以来貴様たちは事件の真相を公にしようと決意したわけか。それだけじゃなく復讐もね。それが貴様たち二人が重視になった理由なのだな。いや、それは私だけ。事件の被害者も私が殺した。兄さんとは無関係よ。無関係なのは知ってる。え？彼は人を殺すような人間には見えないと私は思っていた。あの晩彼が罪を認める時の態度もあっさりとしすぎていて怪しく思ったほどだ。そして最も重要な点は、彼からは無念を感じられなかった。彼が自供する過程も私の知る限りどんな犯人よりも早かった。しかし貴様のことについては一言も触れず、一貫して全ては自分がやったことだと主張した。取り調べが終わった後、私は裏庭から掘り出した銃を分解し彼の前に置いて元通りにしてみろと言った。どこまで組み立てられたと思う？一つのパーツも組めなかったのだ。そもそも銃器など触ったことがなかったのだろう。故に私はこの事件の犯人が一人ではないと断定した。彼の行動は仲間のために注意を引きつけて復讐のタイミングを作り出すものだったのだ。そして私はそれを逆手に取った。結果それは証明された。二人目の重視はモリスが一人になったのを見て迷いなく飛び込んできたというわけだ。それにこの小説のタイトルは二重視だろ。でもどうしてベロニカなんだ？バティストさんがあの夜私にモリスの名前を教えてくれた時にすぐ合点がいった。出資者の資金に問題が生じた？それは全て作り話だ。彼は真っ先に出資者を名乗り出て、その後一銭も出さずに永遠の撮影を台無しにさせたかっただけだ。何せこの物語を最も世に広めたくない男だからな。その考えは当時エリサにやったことと全く同じだ。どこまでも下劣なやつだが、結局グザビエは万難を排し本当にこの作品を取り終えてしまった。こうなっては貴様もじっとしていられなかっただろう。加えて犯人が捕まったことでもう身を隠す必要もなくなった。だから間違いなくこいつは今日撮影現場に来るだろうと踏んでいた。まさか今日の撮影現場で起きたいろいろなトラブルも全部お前の仕業か？二人目の重視の正体に関してだが、
容疑者はモリスの周辺で機会をうかがっているんじゃないかと考えた。もしその人物がモリスがこの英英の出資者であることを知っていたとなると、容疑者の範囲はそれに応じて絞られてくる。それに道具係の立場であればチーム名義で部品を注文することは容易で疑われることもない。私はこの推理に基づき、バティストさんがかつて暮らしていた孤児院の記録を調べた。20年前の同じ日、そこに誰の名前が載っていたと思う？兄さんはあなたを信用したのに。うん、それは彼の敵討ちを成し遂げるということか。兄さんはあなたが正義をなす人だと信じたのよ。そうだ、私もそう信じたわ。あのシーンを演じた時のあなたの表情を見て、さっきは本当に奴に向けて銃を撃ったのかと思った。あなただって奴が何をしたか全部聞いたでしょ。あんなことをした男だって言うのに、まさか銃弾を食らわせるよりも残りの人生をメロピデ要塞で過ごさせて何不自由なく飲み食いさせた方がいいって言うの？私は今でも母さんの冷たくなった手のことが頭から離れないのに。これがあなたの言う公平、あなたが掲げる正義。本当のことを言おう、ベロニカ。あの夜、貴様の兄と今回のことを話した後、私は迷った。モリスの頭に風穴を開けるべきじゃないかと、本当に考えたのだ。じゃあどうして？だがそれは決して現実にあるべき正義ではない。貴様からすれば、正義とは歯には歯を、命には命をというものかもしれない。しかし、皆が正義に対して独自の理解を持ち、皆がそれぞれの正義を追い求めることになれば、そこに規則は存在しなくなるだろう。今日貴様がモリスを殺したとして、明日は、その子供が貴様を殺しに来るだろう。現実は単なる復讐主義などでは裁けない。そうすれば復讐の連鎖に陥り、規則が存在しなくなり、社会も存在しなくなる。現実には現実の正義と法則がある。これこそ、フォンテーヌが正義の国と呼ばれる理由だ。それから、この男にはメロピデ要塞でのいい暮らしなど待っていないことを私が保証しよう。シュブルーズ、特巡隊呼んできたで。ご苦労。二人を連行しろ。私はやっぱり納得できない。気持ちはわかる。少なくとも今日、正義は奴の元に訪れなかった。シャブルーズ。行こう。撮影チームの皆に状況を説明しなくては。ありがとう。私は大丈夫だ。ただ、何がこの者たちに、このような道を選ばせてしまったのかと思ってな。モリスさんがまさか、はあ、なんという見下げ果てた男だ。なぜそんな悪事を。皆さんがご無事で何よりです。でもまさかこの物語がそれほど多くの事件に関わっていたとは。それでこれからどうする。クランクアップはしたが、まだ永遠の制作を続けるか。何言ってるのよ。
今の話を聞いたらなおさら続けるべきでしょ。しおりの言う通りだ。私もこの物語をより多くの人に知ってもらいたい。しかし本当の結末は物語とはまるで違うようですね。それはよろしいのですか、シュブルーズさん。あ、決心はついたかい。今ならまだ結末を取り直せる。判断は君に任せるよ。いや、取り直しは必要ありません、フリーナ様。私は今の結末のままでいいと思います。芸術には特有のロマンがあってしかるべき。現実ではままならぬ後悔の念をそれで晴らしましょう。そして芸術には同様に独自の正義と法則があります。私が小説に魅了されたのもそれが理由です。なら、これで決まりだ。僕もその決断に賛成するよ。ベロニカは、あの子は大丈夫な？彼女はその兄やモリスと共に、直に自分たちの所業に応じた審判を受けることになる。三人はおそらく、メロピデ要塞に移送されるはずだ。リオセスリさんには、私から挨拶をしておく。それは私の思ってる挨拶で間違いない？ああ、そうだ。ほほん！ほらほら、一見落着したんだから、もうそんなに難しい顔をする理由もないだろう。みんな今日は、目一杯食べて飲んで楽しんで、明日から撮影後の作業に移ろう。シュブルーズはさっきのパーティーにいなかっただろう。今度は参加してくれるね。はい、参加します。では、私はあちらでお待ちしております。シュブルースにお伝えしたい吉報がありますので。旅人パイモン、パーティーが終わったら浜辺で待っていてくれ。お前たちと少し歩きたい。ああ、感謝する。待たせたな。別にそんなに待ってないぞ、シュブルーズ。で、オイラたちに用でもあるのか？いや、大したことではない。ただ共に事件を追った仲間として、お前たちと少し話がしたいと思っただけだ。旅人、お前が私の立場なら、あの夜どうしていた？そうか、そう言ってもらえてありがたい。子供の頃、父に連れられてよくここに泳ぎに来た。どれだけ寒くても父はいつも私を連れてきた。父はこう言っていた。水泳は精神鍛錬に一番いい運動だと。何しろ対岸にたどり着くまで絶対に泳ぐことを投げ出せないからな。特に冷たい海の中では。え？なんでだよ。投げ出した時が死ぬ時だからだ。あの頃はまだ神の目も持っていなかったしな。あれはある冬のこと。寒風がナイフのように私の身を切り、海水が冷ややかに骨を刺した。つま先が少し水に触れるだけで足の指は感覚を失った。私は泳ぎたくないと泣いて訴えたが、父は耳を貸さなかった。父もかつて特巡隊員で、おそらくそれがあの人なりの教育法だったのだろう。聞いてるだけで恐ろしいな。泣き止まない私を見て、父はさっと私を抱き上げ、冬の海に放り込んだ。刺すような寒さが骨に染みた。
私は恐怖と怒り以外何も感じなかったよ。私は父が助けに来てくれるのを待とうと思った。だがふと見ると父はすでに対岸に向かって泳ぎ出していた。その時気づいた。投げ出したら自分はここで本当に死ぬのだと。全力で父の後を追った。その数分間はそれまでの人生よりも長く思えた。だが私は泳ぎ切った。対岸までな。それからは二度と何かを恐れたり泣いたりすることはなくなったんだ。そのやり方はオイラには向いてないだろうな。私もそれが正しい教育法とは思わない。ただ今こうして正義を追い求めてると時々あの冬の海に戻ったような怒りや無力さを感じる。シュブルーズ。でもだからこそ投げ出してはいけないとより強く思うのだ。そうでなければ冷たい海で溺れてしまうからな。どうだ、私と勝負しないか。我々が溺れ死ぬことはない。スピード勝負でいいだろう。お前たちだけで勝負しろよ。オイラはカチンコ鳴らしてスタートって叫ぶからさ。キリした。シュブルーズって泳ぐのがすっごく早いんだな。オイラが飛ぶより早かったぞ。でもなんで特巡隊に入ったんだ。父親の影響か。それも少しはあるかもな。だがそれよりも子供の頃から小説に出てくる正義のヒーローに憧れていたという方が大きいかもしれない。本当に小説が好きなんだな。特巡隊に入ってから気づいたのだが、現実と小説の落差はやはり大きい。さあもう少し歩こう。実際自分の行いが正しいのか迷うこともある。だがどうであれ泳ぎ続けねばならないのは分かっている。この目にはあの対岸しか見えていないのだから。散歩に付き合ってくれたこと礼を言う。話をしたら気持ちが随分楽になった。あれ、いつの間にかあの作家の家の近くまで来てたんだな。本当だ、こんなに近くにあったのか。本当に花をいっぱい育ててるんだな。小説に書いてあるのと同じだ。パイモン旅人、見てくれ、庭のレインボーローズが咲いている。